お弁当作り思ってたよりも難しいですわね。とりあえず野菜を切って焼いてみましたけど、これじゃお弁当とは言えませんわよね。ミーヤ様が作ったものなら何でも喜んでくださると思いますよ。そうはいきませんわ。アベル王子は食べ盛りのお年頃ですのよ。もっと食べ応えがあるメニューがいいに決まってますわ。食べ応えのあるメニューですか。はあ、困りましたわ。どなたか相談できる方がいればいいのだけれど。はっ、それならばミーヤ様、あんのに心当たりがございます。あ、教えてちょうだい。ゴニョゴニョゴニョ。次回テレビアニメティアムーン帝国物語弾頭台から始まる姫の転生逆転ストーリー第6話、剣術大会アベルの戦い。アンヌ、その方たち本当に大丈夫ですの？